ジャンルノはフランスの俳優、モロッコカ・サブランカ生まれ、両親はスペインアンダルシア州出身でフランコ政権を嫌い国外へ逃れていた。家族でフランスメトロポリテーヌへ移住したのは1960年である。フランスでルネシモン設立の演劇学校に通ったリュック・ベッソン監督の多くの映画に出演、同監督のグランブルート・レオンは彼に 大きな成功をもたらした。ブレーク後、ハリウッドの仕事が急増。フレンチキスで、メグライアンとケビン・クラインと共演。ミッション、インポッシブルで、トム・クルーズとロニンで、ロバート・デ・ニーロと共演し、以降もハリウッド、フランス両方の作品に積極的に出演し続けている。1977年にジュヌビエーブと結婚し2次を儲けるが1995年に離婚。 1996年にナタリー・ディス・スキュークスと再婚し2次を設けるが2001年に離婚。2006年7月29日に女優のゾフィア・ボルッカと再婚した。2009年と2011年に息子が生まれている。2003年に市民名誉賞を授与された。丸縁のメガネを愛用しており、自身でメガネのデザインを立ち上げている。ありがとうございます。